かけちゃうってかけてる、三日月みたいになってる、光で。はい、よろしくお願い。なんか違和感がある、眩しいなって。確かに、まあか。ちょっとそう、15分なのですが見てください、お願いします。輝いてますねだって。でしょでしょっていう、でしょ。はい、でもそんなね、今日もね、そう、牛タン屋さん、そう、伊達の牛タン本舗さん行ったよって報告をもういただいてて、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい。そして皆さん、そう、ね、そう、土曜と日曜日はお話し会で、土曜日がそう直接お会いできるお話し会の日なんですよ。そう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 、当たった方、そう、4人メンバー4人とファンの方での、そう、お話し会なんですけど、座学みたいな感じなのかなみたいな、密かに思ってるんだけど、わかんないんだけどでもまあちょっとわかんないけど、そう、わかんないけど、そう、だんだんとね、あさって、え、今日木曜日だから、そう、あさって久々にほんとお話ね、会ってお話できるんだと思って、ありがたいですね、楽しみ。で、愛のレーンはまなかちゃんとひなちゃんとさきぽんなんですけど、にぎやかそうじゃない。いや本当にお手柔らかによろしくお願いします、こちらこそ。え、そう、え、絶対にぎやかまずさ、もうひなちゃんいる時点で多分ね、一番多分にぎやかだと思うし、そこにトークが上手なまなかちゃんいてさ、癒されるさきぽんがいるって、なんかもう、なんか良いねうるさそうな例に決定。いや、うるさそうなのはうるさそうっていうか、にぎやかなのはそう、ひなちゃんとまなかちゃんなのよ。そう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 、愛とさきぽんはそれを多分聞いてる感じの系のタイプだから、そうで、マヤもふざける時は時々ふざけるんだけど、一緒に基本聞いてる系が多いから、そう、え、でも楽しそうだよね楽しそうさきぽんも聞いてるだけ、そう、ニコニコしてね、どうだろう、楽しみ。そう、あさっては普通に、あさってじゃない、しあさっては普通に個別のお話し会なんですけれども、明日が、明日じゃない、もう間違えちゃう、あさってが、そう、それでね、そう、どんな感じだろうね、ずっと愛言ってるよね、どんな感じなんだろうって、どんな感じなんだろうね、分かんない、衣装か私服かも分かんない。え、そう、だから私服だったらどうしようって思いながら愛は過ごしてるえ、そうね、どうしよう、全然愛私服じゃないと思ってるから全然そう決めてないから、どうしようじゃなかった時、どうしようって気持ち、一人ずつ話せるのかな、どうなんだろうね、善悪だったら一人一人、善悪っぽい感じなら一人一人話せるけど、まあなんか、なんていうんだろう、そんなちゃんとした会話は
まあ短、まあ一人一人の時間が短いからさ、この子にはこれ言おうって決めて来た方がまあ無難ではあるかもしれないよね。かさ、なんか普通にさ、なんかメンバー4人とファンの方1人とかだったらさ、なんて言うんだろう、なんか会議みたいな感じのさ会議みたいな感じのさ、あれならさ、まあまた違ってくるじゃんね。どんな感じだろうね。私服っぽい話してるの聞いたけど、お誰からだ、誰からだ、メンバー、じゃあ私服考えとかなきゃ。ありがとう、え、ありがとう、ありがとう、全く何も考えてないから、ちょっと一応ね、私服だった時用の考えとこう。ありがとう、いやありがとうございます。あ、いい情報いい情報を手に入れた、ありがとう。どうしようかな、何着よう。ね、どうなんだろうね、楽しみではあります。初だから、そう、初だからさ、楽しみだなと思いながら、なんか善悪思い出しそう。これで衣装でも、衣装でも恨んじゃいやいや、いや全然恨まない。だってなんなら、そう、全然衣装可愛いから何時でも着てたいもん。毎日毎秒着てたい、可愛いから。前の北海道善悪で衣装だったから、私服も善悪復活したらみたいに。どういうこと、どういうこと、どういうこと、私服で善悪もあったの。嘘、あや、それは出会ったことない。ああいう入ってから、ない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 、え、初すぎて戸惑う善悪って衣装じゃないの、え、わかんない。アイが AKB 入ってからは衣装しかなかったから、え、17期のエリちゃんが同じレーンの方々と服決めたって言って、え、じゃあ私服なのかな。ありがとう、いい情報。あ、これはもうなんか本当に私服っぽいね、私服っぽい、決めなきゃ。ね、決めます。今まで一度も善悪参加したことないって言って合わなくて。あいもでもまあ AKB 入ってからしかないけど、そう、 AKB 入るまでは全然、そう、行ったこともなかったし、握手会行ったことないし、他のイベントも出たことない、出たことない行ったことないし、公演があるの前分からなかった。なんか AKB が秋葉原は知ってたの、そう、AKB が秋葉原を拠点としてるのは知ってるけど、劇場がどこにあるとか公園があるとかも分かんなかったし、そう、だから入ってから、え、すごーっと思って、そう、すごすごーっと思って、どう、本当に何も知らなかった、そう、すごーってなることばっかだった、そう、
でも一回あの A ネーションで AKB がそう味の素スタジアムで出てた時に見たのと、あのりのちゃんの指祭りで、え、指祭りは出てないか、 AKB 出てたっけ、出てなかったかな、出てないか、そう指祭りは行ったことある、そうお姉ちゃんが出てたから、どっちも A ネーションもだし、そっちもだから行ってたって感じかな、そうです、そう、それしかね見たことないかも、味の素スタジアムかな、 A ネーションのしかないかもしれない、うん、ない、何、何に出たことないの、一度もあゆ、あゆ何だ、何にだ、何にだ、で確かに善悪くん本当昔に感じちゃう、あれ最後どこだろう、ね、最後のあゆ行った善悪くんどこだろう、え、どこだ、名古屋とか、うん、どこだ、どこなんだろう、わかんない、え、どこだ、福岡、え、どこ、え、どこだろう、わかんない、わかんないね、でもなんかどこもね素敵だったよね、北海道も素敵なね、でもみんな的にどの会場が見やすかったんだろう、一番全幕、でもなんか幕張はちょっと見にくいみたいなね、って聞いたことは、そう、なんかちょっと見にくかだーって、そう、レイがさ、その善悪はあれもあるじゃん、そうお話できる、できる場もあるじゃん、その時にどうだったって聞いた、そう後ろの方だったからあんま見えなかったっていうことはね、そういらっしゃった、あれ北海道ってあの上にモニターあったっけ、あったところだっけ、そこ違うっけ、どうだったっけ、 でもそうだよね、いや懐かしい懐かしいって、懐かしいね、 あったよって、やっぱそうだよね、北海道がそうで、神戸はさ、なんか神戸も結構あの奥行きあった気がする、神戸、神戸だよね、神戸、神戸で合ってるかな、神戸じゃなかったっけ、なんか奥行きある場所あったよね、大阪の方で、え、神戸じゃないかも、わかんない、ちょっと違うかもしれない、あ、仙台見やすいだった、ああ確かに、あ、そうだよね、そうだよね、北海道スタンド待ってね、そうだよね、上に頑張ってボール投げたもん上にいくつ投げれるかっていう、そうスタンドの方ってさ、やっぱステージがちょっと遠いから、そうスタンドに何個投げようみたいな考えまくって、そう、でも、でもなんで懐かしい、ね、懐かしすぎ、いや思い出、善悪ね、また復活したらいいよね、善悪もね、
はい、そんな感じです。ではでは、ちょっと短めですがランキングを見ます。13位翼欲しいさん、ありがとうございます。12位ぶっちゃバードさん、ありがとうございます。11位ゆきみつさん、ありがとうございます。10位黒岡銀次郎さん、ありがとうございます。9位黒い招き猫さん、ありがとうございます。8位東京のまさみさん、ありがとうございます。7位ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。6位ピカルン、ありがとうございます。5位ユージさん、ありがとうございます。4位チーフさん、ありがとうございます。3位ギャローさん、ありがとうございます。2位野菜の乙女座さん、ありがとうございます。1位カモンさん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日も見てください。ありがとうございました。